皆さん、こんにちは。世界で最も高い野球選手の大谷翔平が、妻と推定される人物を電撃公開した。大谷は15日、韓国時間、自分のソーシャルメディア、SNS に、一人の女性と一緒に撮影した写真を公開した。スプリングキャンプ地である、米アリゾナ州フェニックスから韓国に立つ直前、球団チャーター機を背景に記念撮影をしたものとみられる。この写真には、今年からドジャースの同僚になった日本人投手の山本由伸と、通訳の水原一平さんも一緒に登場する。しかし、全世界の野球ファンは大谷の、そばに寄り添ったある女性に注目した。大谷は先月29日、自分の SNS で結婚を突然発表し、世間を驚かせた。一挙手一投足にスポットライトを浴びる、スーパースターの大谷が熱愛の兆しもなく、結婚のニュースから伝えたためだ。その後、身元が公開されていない、妻に関連した質問が溢れたが、大谷は、本当に普通の日本人とし、徹底的に口を閉ざしてきた。結局、日本の野球ファンは、断片的な情報を総合して日本女子、プロバスケットボール選手出身の田中真美子が大谷の妻として、有力だという結論にたどり着いた。実際、大谷が掲載した写真の中の女性は、インターネットで広がった、動画の中の田中と同一人物とみられる。大谷は昨年末、ドジャースと全世界のプロスポーツ史上最高額の2010年7億ドルでサインした。ドジャースは20日と21日、ソウルコチョクスカイドームでサンディエゴパドレスと MLB ワールドツアーソウルシリーズを行う。大谷もドジャースの一員として開幕2連戦に出場するため、ソウル行きの飛行機に乗った。SNS に韓国語で、楽しみ、という文字と対局機のマークを一緒に書き込む真心も見せた。ドジャースは今回の韓国遠征の際、選手団と球団職員が一行一人を同席できるように、チャーター機の座席を割り当てた。すると大谷は、ソウルで妻を公開すると宣言し、予告編のような写真一枚でその約束を守った。ドジャース球団もその後、直ちに公式 SNS に大谷カップルが別に撮影した写真を公開する誠意を見せた。ソウルシリーズの趣旨を生かすため、ドジャース球団のロゴを英語ではなくハングルで表記した。ドジャース選手団は15日午後、インチョン国際空港を通じて入国する。すでに数多くの野球ファンが大谷とドジャース選手団を見ようと待機中だという。大谷が入国場に妻と一緒に姿を現すかどうか注目が集まっている。米大リーグドジャースの大谷翔平投手が日本時間15日、インスタグラムのスト B 機能を使い、長身の女性と寄り添った写真を投稿した。球団公式 X でも2ショットが公開され、画像説明では妻と表記、深夜の日本が騒然となったが、一部のファンは大谷の妻が着用していたスニーカーに注目している。足元からも夫婦の仲睦まじさが見て取れた。ドジャースの開幕戦の地、韓国に向け、登場する飛行機をバックに大谷は妻と寄り添い、笑みを浮かべた。自身のストーリー機能を使って公開した写真、瞬く間に反響を呼び、とりわけ初めて披露された夫人に熱視線が集まったが、足元は大谷が契約するニューバランスのスニーカーを着用しており、二人でニューバランスで揃えていた。夫人が着用しているのは、同社の60分の90という商品ではないかと特定班も出動し、話題になっている。以前、大谷くんが履いてたニューバランスとお揃い、私、大谷翔平の嫁と同じスニーカー履いてる。私も欲しい。大谷翔平の嫁が履いてるスニーカー欲しい。色違いも全部可愛い。奥様のスニーカー、大谷くんがプレゼントしたやつかな。大谷の奥さんのスニーカーかっこいい。朝から奥さんが履いてるスニーカーを検索しちゃうしょ。奥さんのスニーカーもニューバランスなんさすがです。大谷くんがスポンサーだからって、奥さんもちゃんとニューバランス履いてるの。好感度高めなどの声が X に続々。大谷のスポンサーを立てる配慮との見方もあり、大盛り上がりだった。大谷翔平選手は結婚相手について、雑誌ナンバーのインタビューで、今年30歳の大谷翔平選手の2歳下、ということを発表し話題になっています。今回の記事では、雑誌ナンバーの大谷選手の結婚相手は、今年30歳の大谷翔平選手の2歳下、という発表から、結婚相手は田中真美子さんで一致するか検証いたします。大谷翔平選手の結婚相手は、バスケ田中真美子さんではないかという説が一番濃厚です。大谷選手の結婚相手は、
今年30歳の大谷翔平選手の2歳下ということを雑誌ナンバーのインタビューで発表しています。噂の田中真美子さんは28歳です。ナンバーのインタビューの内容はこちらです。年下です。2個下かな。僕が今年30歳で、彼女が多分28歳です。あれ、もし間違っていたらごめんなさい。また、大谷翔平選手が結婚相手の方と出会ったのは、練習施設の中の廊下だったという情報も、田中真美子さんは元バスケットボールの選手なので、トレーニングや練習を頻繁に行う人ということでも一致しますね。ジムではないんですが、練習している時だったみたいですね。というのも僕にとってはそこが微妙なところで、彼女が最初に会ったという時のことを僕は認識していなかったんです。彼女曰くすれ違いざまに挨拶してくれたというんですけど、僕はそれがどこなのか思い出せない。練習施設の中の廊下だって。でもその次の2回目と3回目に会った時のことはしっかり覚えています。だから2週間ちょっとの間に3回うち2回は会ったのを僕も覚えています。なお大谷翔平選手と結婚相手の接点となった練習施設とはアジノストレーニングセンター NTC のようです。その練習施設と噂されているのが東京にある味の素ナショナルトレーニングセンターだ。味の素ナショナルトレーニングセンター通称 NTC は世界で戦うトップアスリートの競技力向上を目的に国が370億円をかけて設立した国内唯一のアスリート専用トレーニング施設です。また誕生日の件でも田中真美子さんと一致します。 MLB のシーズンは3月下旬から11月上旬、大谷選手が結婚相手奥さんの誕生日はシーズンオフの時期と明かしていますが、田中真美子さんの誕生日は12月11日のようです。そうですね、僕の誕生日はシーズン中だったので無理でしたが、彼女の誕生日には一緒にいました。僕も彼女も仕事の予定があったりして、それがジャストの日だったのかはともかく、誕生日が近いタイミングで一緒にお祝いをしました。田中真美子さん本人がネットで否定したという噂がありますが、実際には否定はしていません。別のバスケットボール選手である、日本女子代表の高田選手が、私ではない、と否定しただけのようです。このことが間違って解釈され、田中真美子さん本人がネットで否定した、という噂が出回りました。よって、現在のところ田中真美子さん本人が、ネットで否定はしていません。バレーボールの実業団で活躍し、大谷翔平選手との結婚が噂されている田中真美子さん。田中真美子さんと田中真紀子氏の関係が話題になっています。バレーボールの実業団で活躍していた田中真美子さん。今回の記事では、バスケットボールの田中真美子さんと政治家田中真紀子氏の関係は親子か。また田中角栄氏は親戚かどうかについてご紹介いたします。田中真美子さんと田中真紀子さんの二人はどういった関係なのでしょうか。実は政治家の田中真紀子さんには三人の子供がいます。長男、田中雄一郎、長女、田中真菜子、次女、田中真美子、なんと田中真紀子さんの次女が田中真美子さんであることが判明しました。しかし、よくよく調べてみると、この田中真美子さんという方は、バスケットボールの田中真美子さんと、同姓同名で別人の方のようです。つまり、バスケットボールの田中真美子さんと、田中真紀子氏は親子関係ではないようです。では、バスケットボールで活躍した田中真美子さんと、田中真紀子の関係は親戚なのでしょうか。こちらについては、親戚関係にあたるという確固たる情報は、ネットや SNS では見つけることができませんでした。全国名字ランキングでも、田中、姓の方は全国に、131万人いると推定されています。そのことから、この二人が遠い親戚関係である可能性はありますが、今のところネットや SNS では親戚関係にあたるといった、情報はありませんでした。元女子バスケットボール選手で、2023年に現役を引退した田中真美子さん、田中真奈美さんの兄は元ラグビー選手の田中真一さんです。田中真一さんも高校日本代表に選出されるなど、田中真美子さんと同様に、スポーツ万能の方です。田中真美子さんの両親の名前や顔画像はありませんが、兄弟ともにアスリートとして活躍していることから、両親もスポーツ関係の方の可能性が高そうですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。